赤い炎の勢いは衰えることを知りません。新潟県糸魚川市の上空です。新潟県の南西部に位置します。画面上方が富山県方向、下方が新潟市方向です。午前10時30分、糸魚川市の商店街で中華店から出火しました。午前10時30分の出火、すでに6時間半が経とうとしています。その赤い炎の勢いは衰えることがありません。現在すでに140棟以上が被害を受けたということです。現場周辺は非常に強い風が吹いています。画面左から右に煙が流れているのが分かります。南からの風です。この風に乗った影響でしょうか、火が燃え広がっています。140棟以上が被害を受けました。消防車の音が鳴って行ったらそこがすごい燃えてて、その後でもこの風が強いんで心配してたんですけども、結果的にこんなことになっちゃいましたね。やっぱり、まあ、いずれにしても早く消火してもらわないと困りますよ。1人が煙を吸い病院に運ばれたほか、1人が軽い怪我を負いました。糸魚川市は商店街周辺の本町と大町2丁目の273世帯586人に対して避難勧告を出しました。画面右側方向は日本海が広がります。日本海に面したこの糸魚川市の商店街、赤い海ということになってしまいました。赤い炎が燃え広がっています。現在もその被害は拡大している模様です。